はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第99回でございます。で、今回はテーマって一応書いてるんですけど、すぐ終わります。ただの告知と質問に答えるだけなので、前回もちょっと話に出たんだけど、100回何しますかって言って決まってなかったんですね。で、このダラダラジオ、いつもは日曜日の、20時にアップを毎週してるんですけども、今日臨時で土曜日に上げてます。で、第100回の放送、明日8月2日、それに書いてあるね、8月2日日曜日の20時にアップいたします。で、何するかは決めました。で、何を喋るかも決めております。で、ただ、ちょっと、100回っていう記念でもあるので、ちょっといつもと違う形をとってやります。詳しくは言わないんだけど、そう。それは見てのお楽しみということで、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。なので、今日土曜にこれアップして翌日日曜なんで、ね、気づいたら両方アップされてんじゃんみたいな方の方が多いかもしれないんですけど、一応そんなスケジュールになってると思っておいてください。前回のだっけな、ダラダラジオかなんかのコメントかツイッターのちょっと忘れちゃいましたけど、こう歌ってみたを前やったことがあるんですよ。違うチャンネルなんですけど、だからまた歌ったらいいじゃないですかとか、なんか受験生に向けてとかあったんですけど、一応ですね、真面目な話はします。100回で話をするんですけど、歌は歌わない。そうそう、歌は歌わねえな、ここでな。なんですけど、そんな感じで撮っていきます。なので、書いてあるように8月2日、明日の20時に100回をやりますので、もしよかったらそっちの方を見てみてください。で、あともう一個プチ質問、そこに書きたかったんですけど、書ききれなかったので、先に言いますね。5個今回、質問というか相談もあるんですけど、いただいて、もう何度も同じこと話してるので、いやそれ知ってるって方はもうピッて止めちゃっていいから、ラジオね。で、1個目が名前の由来です。俺ハイチって名前で活動してるんですけど、その由来でしょ。で、次が友達に教えていいですかっていう、あと友達に教えたくないんですけどっていうのもあったんですけど、その関係だと。で、3つ目がこの、YouTube チャンネルのの動画かの評価をつけた方がいいですかっていう、質問で、4つ目が Twitter が見つからないから探し方教えてと。で、5個目が、メールとか、質問、わかんない問題の質問の返信ってもらえるんですかといった感じの、この5個です。いいかな。名前の由来、友達に教える、教えないの話。で、評価の話、ツイッターの話、あと返信、質問とかの返信の話ですね。大丈夫？ごめんね。で、まず1個目が名前の由来なんですけど、自分、ここのダラダラジオはひらがなで、ハイチって書いてるんですが、本当は漢字に、葉っぱの葉に数字の1です。たまに陽一って間違われますけど、ハイチと呼びます、それで。で、これは本名ではありません。ただ、数字の1は本名から取ってます。俺のね。で、葉っぱの葉の方は、これは自分が四つ葉のクローバーがすごく昔から好きで、で、四つ葉のクローバーって幸運の、一応証というか、ね、そういうやつがあるので、自分と、自分自身もそうだし、俺自身も。と、俺と、接してくれてる方、出会ってくれた方に幸運が、ね、何かしらの幸運が訪れますようにっていう、そういった願掛けでかけてます。四つ葉の葉と、自分の本名の位置で、で、ハイチと言います。いいかな。本名では、たまに、ね、本名って聞かれるんですけど、本名ではありません。で、2つ目、次は友達に教えたい、教えたくない、教えていいですかっていうのも結構来るんですけど、ぜひ教えてくださいとか言っていいのかな。自分はですね、この YouTube チャンネルとか活動に関して告知はしてないんです。宣伝を打ったりとかって一回もしたことがなくて、みんなの口コミと、噂とかわからないけど、それでここまでね、広くいろんな方に知ってもらえるようになったので、こう教えていただけると非常にありがたい。で、そこでもしかしたら友達がね、見ても、わかりにくくないって言うかもしれない。でも、それはそれでいいと思ってるから、俺は。で、先生は万能じゃないからね。なので、教えたいんですけどいいですかって言われる方が、思う方がいらっしゃれば、ぜひ教えてあげてください。俺自身もすごく嬉しいので、よろしくお願いします。で、その逆もあって、教えたくないって思っちゃうんですって。で、これはね、理由はほとんど 100% これで、周りの子が伸びるのが怖いっていう、そう。だからその子自身にしてみれば、こう、自分のこの授業を分かりやすいってすごい評価をしてくれてる。だからこそ、その周りに教えてしまうと、ライバルも力がついちゃうっていうのを不安、ね、に思って、教えたくないって思っちゃうんですけど、でも、ハイチさんは教えた方が、ね、広まるからいいですよね、みたいな、本当にいただくんですね、そういうの。で、これに関しては、皆さん、共通で言ってるんですけど、教えたくないって思うんであれば、教えなくていいです。そこは無理して教えることじゃないから。ね。
自分それでなんか心が狭いですよね私とかも言われるんですけど、そんなことを全然気にしなくていい。自分としてはそうやって頼りになるものって評価してくれてるのがそれでそれで嬉しいので、その自分が自己嫌悪になる必要もさらさらないからさ、だからそんな気にせずで教えたいなと思うことがあればぜひ教えてほしいんですけど、教えたくないなって思うことがあればそれはそのままその感情を大切にしてください。全然自分のことは気を使わなくて大丈夫ですからね。で3つ目です。次、評価。評価押した方がいいですかって、これですね、できれば押してください。でこれは高評価低評価両方いいです。分かりやすければ高評価していただきたいですし、分かりにくければ低評価していただいてもう一向に構わないです。自分の動画見てもらえば分かりますけど、普通に低評価もありますからね。で自分はコメントでね、全部は今読めないですけど、ある一定は読ませてもらってて、そこで、あ、この授業良かったとか、あ、この授業ちょっとダメだったんだなって判断をするんですけど、やっぱり評価っていうのは、見て、パッと見で分かるんですよね。その数字を見たで、あ、この授業は役に立てたのかなとか、立てなかったのかなっていうのが分かりやすいので、もしよければどちらかしら？ん？どちらかを。ね、押していただけると個人的にはありがたい。もちろん高評価を押していただいた方がありがたいんですが、そこはもう皆さんが思ったままに押してもらえたらと思っております。で次がツイッターですね。で今多分一番自分の返信率が高いのはツイッターです。もちろん全員ではないですけど、で探すときはヤフーとか、まあ、Google とかでひらがなで多分ハイチって打つのが一番早いと思う。多分一番目に出てくると思うんですけど、それかハイチ、まあスペースツイッターとかでやれば必ず出てきます。でポイントはひらがなです。ハイチ、ツイッターのアカウントがひらがなのハイチ、アットマーク教育 YouTuber っていう名前でやらせてもらってるので、なのでひらがなのハイチでツイッターでも調べてみてください。多分それで出てくると思います。アイコンは俺の顔になってるので、勉強サプリで使ってるやつをね、ちょっと近々変えちゃうかもしれないんですけど、そんな感じで探してみてください。で最後が返信ですね。で返信もらえますかってよく聞かれるんですけど、これはですね、返信率めちゃくちゃ低いです今。はい、もう何回もね、話して何回も謝ってますけど、こうありがたいことにたくさんのメール、相談、あと質問か、問題があってわからないっていう写メ付きでね送っていただくんですけども、もう物理的に全員に返すのがもう不可能なので、今はなので時間が空いた時に返せるもの、タイミングがたまたまあった方には返します、もちろん。でも本当に運です、そこに関しては。この人だから返すとか、この人いつも送ってくれるから返さないとか、そういうことではないので、そう、人で選ぶっていうよりもタイミングと、まあ、質問内容で返す返さないがあります。だからたまに多分こう友達同士で結構見てくださってる方がいて、なんで僕の返してくんないんですかって、誰々の返してくれたのにって言われるんですけど、それも運なんです、本当に。はい、なので返ってこないっていうことを前提にご理解いただいた上であれば、相談でも質問でも、もちろん普通にこうなんだろうな、励ましのメッセージとかも普通にね、いっぱい送ってもらえるんですけど、それでも構わないです。全部目は通すようにはしてるんですけど、ただ返せるかどうかは、まあ、そこは時間との相談になってしまうので、そこをご理解いただければと思います。いいかな。はい、3分ぐらいで終わるはずだったんだけどね、まさかの9分。はい、すいませんということで、今回はね、先に締めるか普通にね。では今回はハイチのダラダラジオ第99回、テーマ100回の告知プラスプチ質問ということでやらせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で次回が明日の20時です。でなんかこうね、楽しそうな感じで話してますけど、そんなにハードル上げなくていいです。そう、ただいつものダラダラジオとは違います。記念なんで、だからそれだけまあ、なんだろうなぐらいで聞いてもらえたらと思っておりますので、もしよかったら次回の明日の方も聞いてみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。